こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さて、なんだかんだ早いもので、もう3月も終わりなんですな。4月からは新年度が始まっちゃいますぞい。あれ、ついこの間年が明けたばっかりじゃなかったっけ？婚姻屋のごとしってやつですな。とまあ、そんな3月も終わりかけの時期ではございますが、先日ハードオフに久々に遊びに行きましたので、今回はその報告ということで、ハードオフ買い物報告3月の部をやらせていただこうと思います。最後にハードオフ行ったのいつだっけ？年始の初売りが最後かな？そうだとすると、割と久々のハードオフですね。ですな。ということで今回もいつも通り、まずはザクッとしたお買い物パートからやっていきたいと思います。で、ここ私がいつも行くハードオフなんですが、行ったらびっくり、外壁が塗り直されてめっちゃ綺麗になってたんですよね。ちなみにこれが前回行った時に撮影した写真。ね、めっちゃ綺麗になってるっしょ？確かに、今までは歴史感じる店舗でしたが、まるで新装開店のようなみずみずしさになりましたね。塗装って大事なんだなぁと再認識しました。ということで、早速ですが入店していきます。で、前もお話ししたかもしれませんが、私は入店後は基本的に中古のノートやデスクトップのコーナーから見て回るようにしています。何か理由があるんでしたっけ？まず割と掘り出し物がありやすいということと、個人的にジャンクコーナーを見てるときってめっちゃ時間使うんですよ。なのでメインディッシュのジャンクコーナーは最後に時間をかけてゆっくり見て回るのが好きです。で、今回の中古コーナーですが、やっぱり田舎の店舗なので、入れ替わりは少なかったですね。ただ、デスクトップが何台か入ってました。セレロンの G3900 とかを搭載したデスクトップが入ってましたね。LGA1151 世代の CPU です。ただお値段はセレロンにしては高め。比較的新しいスカイレイク世代なので、このお値段なんですかね。まあ私だったら、同じ1万円台ならば。私だったらこっちのサンディ i5 搭載マシンが魅力的ですかね。こういうスリムタワーをベースにゲーミングマシンとか作るのもいいよね。確かに、これはまあ OS 付きと考えると、割と良いお値段ではありますね。Windows 10のサポート終了も近づいてくるし、こういう6世代以下の CPU 搭載マシンってここから安くなりそうだよね。で、他に中古コーナーとしては、ショーケース内に割とグラボが色々ありはしたのですが、いかんせん GTX260 だったり、新しめのやつはお値段高めでしたね。とりあえず何か差しておきたいって時には、これが GTX670 で、お値段5500円なのでまあこれかなぁ。GTX1050 くらいの性能のようです。掘り出し物はなさそうな感じですね。安くて強いグラボが欲しいなぁ。ちなみに中古 CPU コーナーも以下同分って感じでしたね。10700K が売ってて驚いたけど値段は高いです。あと、中古ケースが結構増えてて、これはいい感じでしたよ。清掃されてかなり綺麗な状態で、どれも5000円くらい。手前の H26、定価より高くね？って思ったんだけど、LED ファンが2基と、DVD ドライブ付きみたい。これは微妙かな？そもそも、本当に安く組みたい人は、ケース付きの中古とか買いそう。私でもそうしますね。では最後にジャンクコーナーに関してなのですが、なんとジャンクコーナーにノート PC が大量入荷してたんですよ。これはめっちゃテンション上がります。おお、このお店のジャンクノートコーナーに変化があったんですね。ですです。いつ来てもほぼ同じラインナップでしたが、今回は見たことないマシンが5台くらい増えてましたぞ。ということで、そんなこんなで店内を合計で1時間ほど物色。今回は予算1万円だったので、その範囲で買い物を楽しみました。ということで、今回の戦利品報告に移っていきます。では戦利品報告です。小さいものから順に行きますね。まずはゲーム。50円で購入。ダイソーで昔売られてたゲームです。ああ、そういえば、昔、ダイソーにパソコンゲームが売ってたことありましたね。これ私地味に集めてるんですよ。見かけたら買う程度ですが、この前もツイッターで報告したんですが、割とコレクションが完成しつつあります。おお、結構な量ですね。まあこれでもまだまだ集めきれてないという感じです。ただ、自慢としてはこのダイソーシリーズでプレミア化した少女魔法学園も持ってるんですぞ。元が、100円のゲームが、プレミア化って、1000円とかになってるんですか？なんと駿河屋さんで1万。
1500円になってます。100倍以上の値段になってる。私これなんとかなり昔に2000円で買ってるんですよ。今後も大事に保管しようと思います。ちなみにおすすめのゲームはモグラ大戦争ですかね。おはじきとかもめっちゃ面白いですぞ。話が脱線しまくったので、戦利品報告に戻ります。2点目はノートパソコンを購入しました。ちなみにこれかなり痛恨のミスなのですが、値札の写真データが撮影したと思うんですが、見当たらないんですよね。ありゃりゃ。ちなみに一応物としては一番奥から2番目のやつです。で、内容は覚えている限り、5500円、2世代 i5 搭載、メモリ 4GB、ストレージなしで、ストレージのマウンタ欠品という感じだったはず。なるほど。マウンタ欠品で、ジャンクになってる感じですね。バイオス起動 OK とのことだったので購入を決めた感じ。2世代 i5 に 4GB メモリなら割といいですよね。まあ詳しくはこの機種をいじる動画でやろうと思います。で、最後の購入品に関してなのですが、今回多分これが一番大きいかなと思うんですが、いかんせん PC 関連品じゃないんですよね。なので、まあ気になる方は続きを見てくださいという感じなのですが、存在は知っていたものの、なかなか完品に出会えなかったグッズ。はいこれ、エヴァンゲリオングッズの中でもかなりマニアックなのですが、エヴァの劇場版 LD ボックスです。ちなみにセンシティブ対策で紙を貼りました。LD って何ですか？はい、まあ知らない人も多くて当たり前なのですが、レーザーディスクです。簡単に言うと、昔の DVD みたいなものですな。で、これ今までも何回か目にしたことはあったのですが、完品がマジでない。まず、この本体を包んでるビニール。これも欠品が多いんです。このビニールに、この説明書きみたいなシールが貼られているんですよ。これ、コレクションアイテムとしてもつなら絶対欲しいじゃないですか。さらに言うと、中にテレカとか、カードダスとか、プラモとか色々入ってるんですね。多くの場合、それが欠品してることが多いんです。特にテレカ。なんと今回のこちら、5000円で購入し、付属品完品とのこと。はい、中身はこんな感じで、これってどうなんだろうね。芸術作品として捉えるなら写してもいいのかな。今回は一応モザイクです。実際に見てる私からすると、別に大丈夫なような気がしますけどね。まあ詳しく見たい方は、私が Twitter で画像を上げたりしてるので、それで見てもらえればと思います。で、まあセンシティブかどうかはもう置いておいたとして、見てよこれ、めっちゃんこ状態がいいんです。マジで新品レベルなんですよ。1998年発売のグッズのはずですが、去年作られたと言っても疑わないくらい保存状態が完璧すぎる。で、開封も中古だしと思って最初は素手でやろうと思ったんですが、めちゃいいな。ってことで、割と真剣に素手で触るのをためらうほどに内部の状態が良かったです。今回は急遽手袋で開封します。中身のパンフレット？シミ一つないですね。一応手の油をつけないために、今回は新品のゴム手袋で内部を見ていくことにします。まず一つ目に入っていたのは年表的なものと、設定資料というか、映像になる前のラフイラストとかがまとまった10ページほどのチラシ。ファンからするとこれだけでもめっちゃ価値がありますね。で、次に入っていたものですが、これが欠品することが多いんですが、テレフォンカードです。未開封に見えますが、開けられた痕跡がありました。これ日本語で開けてる動画をほぼ見ないので、一応中身を見せるために今回は一度開封しようと思います。いやーでもここで出会えていてよかった。このレベルの完品は、もう出会うことがないかもしれないです。で、入っていたテレカに関してなのですが、綾波が2枚、アスカが1枚という感じでしたね。これさすがにランダム要素ないよね。綾波、アスカ、シンジ君じゃなくて、綾波が2枚なんですね。当時綾波人気がすごかったと聞きますから、そういうことなのかな？マジでテレカ欠品が多いので、テレカ付きに出会えて本当嬉しい。ということでテレカはビニールに戻しまして、次。次は応募ハガキですなこれ。この LD ボックスを買って、さらにこのハガキで応募するともっと限定のグッズがもらえたんですかね。ってもらえるものマジでやべえな。A コースとかめっちゃすごいじゃないですか。本編仕様セルガって、これ当時応募して当たった人いるのかな。めっちゃ羨ましいですな。B コース、C コースも、
プレミアムバージョンフィギュアと、かなり豪華ですね。今応募はがき出したらセルがくれないかな。いや、絶対無理でしょうね。で、次からが LD ボックスの本編になります。LD が入った箱。これもマジで状態が良すぎる。傷一つないレベルです。一回も見られないまま保管だけされてたんですかね。いや、どうやらそれはなさそう。内部の LD を包んでるビニールが何度か出し入れしたような感じだったので、本当にこのグッズを大切に思っている方が、大切にされていたんでしょう。何度か見て楽しんだけど、保存状態はマジでピカイチですな。で、この LD の箱だけでもめっちゃ楽しめるんですよ。書いてあるイラストも最高。中のスタッフリストのページもめっちゃんこかっこいい。ちなみにもちろんのことですが、LD はすべて完品です。改めて見て思うけど、でっかいディスクですよね。こんなの再生できる環境、もうなかなかないんじゃないですか？って思うでしょ？しかしですな、なんと私ディスコの父親、LD 再生環境持ってるんですよ。遺伝子は受け継がれる。エルガイムとかパトレイバーの LD を時々見てた記憶です。父親に LD プレイヤー借りてみてみようかな。で、二つ目の LD の箱です。これもめっちゃかっこいい。イラストがまずいんですよね。眺めるだけで楽しい。これ気持ち悪いのシーンかな？確か本編では背景がエヴァシリーズだった記憶ですが、これでは神リリスの顔になってますね。マニアックな話題すぎてついていけない。もはやガジェットチャンネルでやっていいネタなのか、私自身動画を作りながら疑問になってきちゃってますよ。こちらの箱も LD は2枚とも完品状態でした。真心は一番好きな映画なので、マジで機会があったらこの LD で見てみたいですな。で、残りはすべておまけグッズとなっておりまして。まず青い箱、これプラモデルが入ってます。エヴァ初号機、クリスタルバージョン武装強化仕様とのこと。これだけで5000円の価値ありそう。もちろん見組み立て。袋すら開いていません。マジでコレクションだったことがわかりますね。これ組める人なかなか度胸ありますよね。LD ボックス3つとか購入して1個は組むみたいな感じですかね。箱にもすごいこだわりを感じます。エントリープラグもさせるみたいだし、シンジ君のミニフィギュアみたいなやつも付属するみたいですね。本当に、これだけで、5000円の価値ありそう。で、今回私はこれが一番嬉しかったのですが、プラモの下に本が入っていました。なんとエヴァ劇場版の絵コンテ集。マジで？こんな貴重なものも見れちゃうの？動画で見せると色々権利がヤバそうなので見せられないですが、マジで内容が最高です。3時間くらいずっと見てました。このボックス、駿河屋さんでも今5000円くらいなので、マジでテレカがなくてもおすすめしたい。マジで。で、絵コンテ集は撮影後にじっくりと読むとして、残りのグッズは3つ。まず1つは存在感がヤバいエヴァシリーズくん。ぬいぐるみなのが地味に可愛い。映画ではみんなにトラウマを植え付けてくれたシリーズくんですが、このグッズはかなり可愛くていいですね。で、もう一つが綾波のフィギュアなんですが、劇場版ボックス限定の小さいフィギュアっぽいんですが、色が水色でできてる感じでした。これ自分で塗ってねってことじゃないよね？これで完成品だよね？どうなんでしょう。で、最後のグッズですがカードダストのこと。これ、マジで細かいポイントなんですが、このボックス、通販とかで出品されるとき、カードダスがカードケースに入れられてることが多いんです。ただこれ、おそらく初期状態はこの梱包ってことですよね。裏のこの厚紙がない出品を畳みたことがあります。会費を手にして、初めてわかる発見もありますね。何分情報が少ないんですよね。1998年のグッズなので、ネットにもあまり詳細なデータがない。で、今回は皆さんにお見せするために、意を決して開けます。おそらくこれはマジの未開封っぽいです。ということで、内部に入っていたカードを見ていきます。まずシンジ君。裏面には全て並べると1枚の絵になる感じのイラストが印刷されていました。これ並べると初号機と神リリスになるみたい。で、ミサトさん、綾波ときまして。アスカ、リツコ。メインキャラがまとめられてる感じですね。ゲンドウちゃん。個人的にめっちゃ好きなキャラです。で、マヤ。実はファンが多いキャラですよね。カジさん。新エヴァでは衝撃の展開でした。当時。ときたら次はケンスケじゃないんかい。エントリープラグ内のアスカでした。悲しいことに、このカードダスにケンスケはいないみたいです。ケンケン。
LCL に浸ってる綾波。ポージングしてる美里さん。これあれかな、アニメーバの最終回のシーンかな ?2 枚で1枚になってるみたいです。アダムとカオルくん。さっきの LD ジャケットと同じイラストですな。これ服装的に戦略自衛隊の方ですよね。ネルフじゃないし。これも LD ジャケットと同じ、量産機と2号機。これもジャケットと同じイラスト。という感じでございました。ということで、以上が完品状態のエヴァ、劇場版 LD ボックスの中身の全紹介でした。めっちゃ長くなっちゃいましたね。で、繰り返しになりますが、これネットですと、5000円から1万円くらいで、完品はなかなか出ないですが、時々出回ってます。エヴァファンにはかなり嬉しい、楽しいアイテムが入ってるので、サイズがでかいので保管が大変ですが、これめっちゃおすすめ。ある程度知っていると楽しめる、グッズという感じでしたね。特に年表や絵コンテはマジで嬉しいですね。本当に半日くらい眺めてられますよ。ということで、ガジェットチャンネルなのにごめんなさい。思いっきり趣味の話で動画一本作っちゃいました。ということで、今回の購入物は、ダイソーで昔売ってたゲーム、ジャンクノートパソコン、エヴァ LD ボックスという形でした。購入点数自体は少ないですが、個人的には100点満点以上の買い物ができたかなと思っております。今後パソコンの方は動画で取り扱おうと思っておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたしますということで、今回の動画はこの辺で、カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは、